さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。12回目の今回は、炎のストッパーと称された選手の解説だよ。その選手とは、広島で活躍した、津田恒美選手だよ。カープファンのみならず、他球団の選手にも目標とされている津田選手、うぷ主も待望のカープの選手で編集が楽しみだよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。津田恒美、1960年8月1日生まれ、山口県津の郡南陽町出身のプロ野球選手だよ。愛称は常言、炎のストッパーだよ。津田は南陽高校時代、1年時からエース投手として活躍していた。1978年の第50回選抜高等学校野球大会に出場、準々決勝に進むが福井賞に敗退。同年の全国高等学校野球選手権大会では2回戦まで駒を進めるが、天理高2対1で惜敗するよ。卒業後は防府市に本拠を置いていた、社会人野球の協和初高に入社。1981年の都市対抗に、天然中国の補強選手として出場。1回戦で優勝候補の富士重工業を抑え注目を浴びるよ。しかし2回戦では、リッカーの中西清樹と投げ合い敗退。同年の日本選手権では、協和発行のエースとして2勝を挙げ、準々決勝に進出するが、この大会に優勝した富士重工業の向田義元との投手戦の末に惜敗。都市対抗のあだを打たれた形になったよ。同年のドラフト会議で広島東洋カープに1位指名され入団。入団当初から古葉監督も、大きな期待を寄せていたよ。1年目の1982年に先発投手として、11勝6敗の成績を残し、球団初の新人王に輝くよ。しかし、2年目の後半戦以降は、ルーズショルダーや、中指の血行障害などに悩まされ、登板機会が激減。その後、血行障害を治すため、世界初となる中指の靭帯を摘出する手術を受けるよ。1986年に抑え投手として復活し、前半戦を防御率0点台で折り返す。後半戦からは調子を落としたものの、チーム5度目のリーグ制覇に大きく貢献、シーズン終了後にカムバック賞を獲得したよ。1987年にも、防御率1点台を残す活躍を見せたが、1988年は肩痛などが延々してリリーフ失敗を繰り返すなど9敗を喫し、さよならの津田とも揶揄されたよ。しかし、翌1989年に防御率 1.63、12勝5敗28セーブを挙げる活躍で、最優秀救援投手、ファイアマン賞に輝き、再び復活を遂げるよ。投手を剥き出しに最速153キロの剛速球と、縦横の鋭いカーブを武器に、相手打者に完全と立ち向かう姿は、炎のストッパーと形容されたよ。1990年、4月に右肩を故障、さらに8月には左膝靭帯を損傷するなど、わずか4試合の登板に終わり、同年のシーズン終了後から頭痛をはじめとする体の変調を訴えるようになるよ。1991年、前年から続く体調不良を抱えたまま開幕を迎え、4月14日に無理をして、広島市民球場で行われた読売戦で、1点リードの8回表に先発した、北別府の後を受けて登板。しかし、ノーアウト2塁3塁のピンチを招き、原辰徳に同点的自打を打たれるなど、大乱調のためわずか9球で降板となり、敗戦投手となる。そしてこれが、自身の生涯最後の登板となったよ。普通の頭痛だと思って放置したものの、長らく収まらなかったこともあり、この試合の翌日、広島大学病院に検査入院。精密検査の結果、手術で摘出できない位置に悪性の脳腫瘍があることが判明。この時、本人は告知を受けていたが、球団は周囲の動揺を避けるため本当の病名を伏せ、水頭症のため引退と発表、5月20日に準支配下登録選手としたよ。闘病生活に入り、自宅や実家での療養を経て福岡の病院へ転院。その後本人の意思により退団届を提出、11月6日付で受理され現役を引退。一時は奇跡的な回復を見せ、退院後は福岡市内で借家住まいをしたよ。現役復帰に向けたトレーニングも行うようになったが、1992年6月頃を境に再び病状が悪化、熊本県八代市にあった夫人の実家に身を寄せた後、8月20日に再入院。そして1993年7月20日、14時45分、同病院において、32歳の短い人生を閉じたよ。没後、1994年から7回期の1999年まで、背番号14にちなんだ7月14日に、津田基金の運営により、津田メモリアルデー、が開催されたよ。その初年度には初代の広島市民球場に、その功績と人柄を称え、直球勝負、笑顔と闘志を忘れないために、の文章が浮き彫りにされたメモリアルプレートが設置された。同球場に設置された個人の記念碑は、連続試合出場記録を樹立した衣笠に次いで二人目だったよ。後日、大野ら広島の選手は、試合に出場するとき必ずこのプレートに触れていくようになった。
そしてこのプレートは2009年に開場した、広島の新本拠地である、マツダスタジアムに移設されているよ。2012年秋に周南市が津田の功績を称え、同市や球場の愛称を公募。12月14日に球場の愛称が、津田常見メモリアルスタジアムと決定。また、出身中学の周南市立和田中学校では、明日の7月20日に近隣の小中学校チームにより交流野球大会が行われているよ。そして2019年5月30日に、広島市内に、津田常見記念館がオープンしたよ。そしてここからは、選手時代のエピソードを紹介していくよ。血行障害から復帰してリリーフに転向してからは、速球主体のピッチングであった。特に1986年は投げた球種の 90% 以上が、ストレートであり、変化球はほとんど投げていないよ。津田が現役時代に同僚、監督であった山本浩二は津田のストレートを、ホップする直球と称していたよ。ピンチになればなるほど球速が上がっていく傾向があり、1986年の阪神戦、9回裏ワンアウト満塁同点の場面では、2番打者の広田に143キロ、148キロ、151キロのストレートを投じて、3球三振に仕留める。次の3番打者、当時絶頂期にあったランディバースに対しても、すべて150キロを超えるストレートで挑み、3球三振に仕留めピンチを脱したよ。この試合を実況していたアナウンサーは、津田、スピード違反と叫び、バースは試合後に、津田はクレイジーだというコメントを残しているよ。1986年9月24日の巨人戦で、津田と対戦した原は、ストレートをファウルした際に、左手の有効骨を骨折し、残りシーズンを全て欠場、翌シーズン以降も左手首痛の後遺症に苦しんだよ。また、1991年4月14日に、津田からタイムリーヒットを打って、生涯最後の対戦打者となったのは、くしくも原である。原に投じた最後のボールは、144キロのストレートであったよ。アマチュア時代から号泣投手として名を馳せていたが、それと相反するように、自他ともに認めるメンタル面の弱さも持ち合わせ、高校時代には、監督から精神安定剤と偽った小麦粉を渡されたこともあったそうだよ。弱気は最大の敵、一球入魂といった座右の銘や、打者に真っ向から立ち向かう投球スタイルは、もともとはそのような、自らの精神的な弱さを克服するために心がけていたものであったよ。また、二つの座右の銘を書いたボールを肌身離さず持ち歩き、登板する前には必ずそのボールに向かって気合を入れていたよ。リリーフピッチャーとしての責任感が非常に強い選手で、清川栄治のプロ初勝利がかかった試合に登板し、滅多打ちにされて清川の勝利を消してしまった時は、試合後に合宿所の清川の部屋へ30分おきに出向いては謝罪し続け、見かねたチームメイトが津田をなだめて止めたという逸話が残されているよ。また、負け投手になった翌日は誰よりも早く球場入りし、外野スタンドの階段を黙々と走り込んでいた。達川が連載コラムの中でこのことについて触れており、外野スタンドを走っていたのは、試合を見に来てくれたファンへの、謝罪の念の表れだったのではないかと述べているよ。チームメイトであった森脇浩二とは無二の親友で、1987年のシーズン中に、森脇が南海ホークスへトレードされた時は、夫人に対して、お前か浩二のどっちかを取れって言われたら、俺は浩二を取るといい、夫人を呆れさせたほどだったが、晩年、福岡の病院に転院して闘病生活を送っていた津田及び、周辺の諸々の世話を積極的に行っていたのも森脇だったよ。津田が一時回復を見せた時、森脇は、俺の年俸を半額にしてでも、お前を現役復帰させられるように球団に掛け合ってやると、言ったとされ、退院後には居宅となる借家も手配したよ。津田が逝去した当日、東京ドームでオールスターゲーム第1戦が行われることになっていた。逝去の知らせは開幕のセレモニー直前、両軍関係者に届いたといい、津田の訃報は試合中継の途中にアナウンスされるとともに、地元広島のテレビ各局で津田と親交のあったアナウンサーは、涙ながらに訃報を伝えていた。山本浩二監督をはじめとする広島の選手は、全員喪服ではなくユニフォーム姿で津田の葬儀に参列した。通夜の営まれた翌日の第2戦では、9回裏に大野が登板。バックを守る野村健次郎は、津田さんの気持ちが乗り移ったような投球だった。あんな大野さんは見たことがなかった、というほどの鬼気迫る投球で、2者連続三振を含むパーフェクトリリーフで、オールスター初セーブを挙げているよ。そして2020年現在、広島で背番号14を着用している大瀬良大地、同じく背番号14を着用している、東北楽天ゴールデンイーグルスの則本隆弘は、目標の投手として津田の名を挙げているよ。さあ、今回はこの辺にしておくよ。
今回の感想としては、ウプ主自身、津田選手に関して知らない部分が多かったと思ったことかな。物心つく前に亡くなっているから、あまり知らないというのもあるんだけど、どういった選手でどういった人生を歩んでいたのか、今回の解説で知ることが多かったよ。それじゃあ、今回はここまで。次回は、ウプ主が個人的に気になっていた選手の解説になるよ。それでは、ご視聴、ありがとうございました。